皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回ですね、今回はずっとやりたかった企画があって、よくオタクって推しのね、尊いところ、例えば笑顔とか見て、うわ今の笑顔でご飯3杯いきますと言うじゃないですか。それってね、本当なのかなって正直思ってて、そうなので今回は推しのね、画像とか声とかでご飯何杯いけるのか見ていきたいと思います。ずっと言ってこの企画で、私推しがいて、声優さんなんですけど、石川海人さんがものすごく好きでそれで今回はね、そう画像とか見てご飯何杯いけるのかやっていきたいと思います。じゃあね、なんかリミが持ってくれるそうなんでリミちゃん、ご飯をお願いします。一合混ざってるでしょ。あ、そう、玄米が一合混ざってます。毎回そうなんです。え、リミちゃんの任せるでしょ。ね、めっちゃさ、トントンすんじゃん。もうそれがまだ盛るん。まだまだ、あ、そう、こんな感じ、うん、何があった。じゃあこれいただきましょう。はい、はい、ということでご飯よそってもらいました。こんな感じ、はい、いっぱいです。でね、うん、今から携帯で、うん、その YouTube とかアベマ使って動画見ていこうと思います。はい、うん、アベマ TV とかにしようかなと思ったんだけど、 YouTube にしますね、まず。はい、 OK です。用意できました。かっこいい。はい、はい、じゃあ食べていきたいと思います。いただきます。ちょっと待ってね。うん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 、動画、動画 YouTube 見てるの。めっちゃ美味しいんだけど、うん、なんかシロが何してんのって顔してた。白黒がいます。リミちゃんもいるけどね。美味しいよ、普通に。うん、これの3杯いけるわ、マジで。うん、めっちゃ3杯いけそうなんだけど、気持ちが分かったわ、多分の。うまっ。シュール、ほんとシュール、めっちゃシュールなんだけど、ただしーちゃんがご飯食べてるだけじゃん。はたから見たら、だって YouTube 見てんのしーちゃんだけでしょ。うん、どうする。めっちゃシュールだよ、オーテルシュールだなこれ。どうします、ちょっとなんか話します。いや、でもちゃんとおかずにしないとご飯が進まないでしょ。うん、どんなおかずになってるの。どんなおかずになってるのだって。生放送。そう、生放送。YouTube ね、こういう雑談系の配信と、あとゲーム実況なんだけど、ゲーム実況よりこっちの方が顔が大きいから、こっちを見てます。音は。音はないです。それは著作権というか、なんというか。YouTube の画像だけでおかずです。画像だけです。美味しいですか。美味しいです。3杯いく予定なんで。ほんと、うん、でもね、なんかクラスの、あ、学校の話になるんだけど、うん、なんかクラスの、ね、女の子が自己紹介で、うん、なんか私すごい食べるのが好きでよく食べるんですって言って、うん、どんなに食べるんだろうってみんながそういうなんか同じ考え方をしたのか分かんないけど、うん、なんかうーんみたいな感じになって、うん、今日の朝なんかね、こんぐらいのメロンパンを6個と
あと何々とヨーグルトとかなんかそういうなんか乳製品とか食べてきましたっつって、うん、ものすごい数で、うん、みんな、メロンパン6個みたいな。確かにすごい。そんなに食べる子がいるんだ、うん、すごいね、いいね、なんか一緒にいたら元気出そう。でもね、なんかいっぱい食べる子とさ一緒にいると元気出るよね、うん、なんかさ、いっぱい食べること一緒にいるっていうかは、うん、いっぱい食べることがすごい幸せだ、うん、幸せだよね、うん、見てると幸せになるよね、うん、いいじゃん、ぜひ今度一緒に食べたら食べよう。同じね、部屋では食べてるわけさ、教室って。そうだよね、同じクラスだからね、今、うん、コロナで食べれないから。そうだよね、黙食だからね、うん、未だにね、うん、そこはまだ変わんないもんね。うん、そうね、ゴールデンウィークとかね、制限なしでね。そうね、おいしい。お米の美味しさがわかるよ、うん、美味しい言ってるけど、うん、今どれぐらいですか？これぐらいです。おお、あともうちょっとで半分は取り切りますね。一膳いきますね。めっちゃシュール。うん、食べました。はい、ご飯粒一つ残らず食べました。これはおかわりですか？2杯目いきます。じゃあ、りみちゃんに寄せてきてもらいましょう。はい、じゃあ、2杯目。りみさんが2杯目寄せてきてくださいました。いただきます。はい。あ、うん、黒髪もいいね。おいしいんだ。なんか赤髪の配信見てたんですけど、黒髪の最近の見てます。おいしい。言い聞かせてる？うん、おいしい、うん、言い聞かせてる？うん、言い聞かせてる？うん、そんなことない。本心しか口に出さないから。本当？ちょっとでもきついかなとは思うけど、うん、うん、おいしいやつ。今日カレーだよね、リミ。あ、睨んでる。今睨まれた。カレー食べたい。でもしーちゃんはおかずがね、もうね、うん、推しだから、うん、ママたち推しいないからね、リミ。カレー食べるしかないよね。うん、うん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 、おいしい？うん、箸食べづらそう。そう？うん、バラご飯なんかすごいゆっくりになってきたんだけど、うんうん、スローモーションですか？え、なんかすごい突然スローになったんだけど大丈夫そう？うん、さすがもう推しだね。マジ美味しいよ。ありがとう。ご飯の恵みに感謝して。いただきます。食べてんだよ。うん、美味しい。ありがとう。なんか手止まってるけど大丈夫？あれ、でもだいぶ食べましたね。だいぶ食べたよね、うん、だいぶ食べたよね、だいぶ食べたんだよね。はい、ということで、あれ言っていいですか？はい、検証結果、3杯食べれません。いや、だってさ、一食にさ、1杯でしょ？ねえ、しかもおかずのないだか、3杯はきついかな、みたいな。ということで、結果1杯と、まあ、半分ぐらいでしたね。結構食べたんだよね。
結構食べました。ということで残りはちょっと明日の朝とかに食べたいと思います。うん、きつかったマジで。本当にね3杯行く気だったの私。本当に夜ご飯で、そうみんなカレー食べる中ちょっとねご飯だけにして3杯食べる気でいたんだけど無理でした。ということで多分ねお相撲さんとかならいけると思う。3杯余裕で特殊な方はねいけると思うんですけど、まあねまだ私 JC なんですよ。 JC JC 関係なくない？ JC なの。そうだから無理でした。いつかねあの推しでご飯3杯食べれるなるまでちょっと研究したいなと思います。ということで今日はねこの辺で終わりにしたいなと思います。ということでそれではバイバーイ。ありがとうございました。次は絶対3杯食べます。よしママカレー食べよう。カレーちょっと待ってカレー食べてくる。カレー食べよう。